ふすまの音。僕の親友の小学生の時の話。今から20年も前のある日、両親が共働きだった彼は、学校から帰ると一人、居間でテレビを見ていた。しばらくすると、玄関が開く音がしたので、母親が帰ってきたと思った彼は、驚かせてやろうと、居間の入り口の襖のそばにしゃがみ込み、足音がよく聞こえるようにと、襖に耳を押し付けて、母親を待ち構えた。足音は玄関を上がり、板敷きの廊下を居間に向かって近づいてきて、彼が身を潜める襖の前に来た。しかしその足音は入り口まで来たものの、襖を開けようとしない。おかしいと思った彼は、外の様子を伺おうと、一層強く襖に耳を押し付けた。すると、ガリ、ガリ、ガリ。廊下の向こう側から、ゆっくりと、爪で、襖を引っかく音がする。驚いた彼は、しばらくその場で硬直したが、意を決して襖を開けると、ものすごい勢いで、廊下を玄関に向かって走る。ハイヒールの音だけがしたそうだ。その後彼は自宅で幾度となく、その女の幽霊のような存在に悩まされることになる。作り込み一切なしの本当の話だ。生き量。母の会社の同僚の話、仮に村上さんとします。村上さんはいつからか肩こりに悩まされていた。それまではそういったことに悩むようなことは全くなかったそうだ。若い時に旦那さんを亡くしたらしく、子供もいないので、アパートで一人暮らしなのだが、肩こりが始まるようになってから毎晩、不思議な気配を感じるようになったという。それも、右の肩あたりに。他にもおかしなことがあった。会社で、吉井さんという人と、過去に何かあったらしく、とても仲が悪く、というよりも、憎しみ合っていて、何かにつけて衝突していたのだが、肩こり以来、吉井さんは全く突っかかってこなくなったそうだ。その代わり、目が合うたび、不気味な笑いを浮かべていたという。日に日に、症状は悪化していき、肩こりでは済まなくなったので、病院に行った。醜く腫れ上がり、かなりの熱を持っていたが、全くの原因不明。その後も通院したが、全く回復しない。そんなある日、法事で実家に帰った村上さんに、お坊さんが怪訝そうにこう言った。あなたの右肩、何か良くないね。一度、払ってもらった方がいいよ。
親戚の目もあったんで、そこで深くは聞かなかったが、アパートに戻ると早速、霊媒師を呼んだ。やってきた霊媒師は、村上さんを見るなり、愕然とし、あなた、生き霊に取り憑かれているわ、と言った。霊媒師曰く、生き霊は、肉体が生きている分、死んだ霊よりも、霊力が強いのだという。その日一日では、払い切ることができず、何日もかかると言われた。まだ痛みはあり、お祓いもまだ続いていたが、だいぶ良くなった村上さんは、久しぶりに会社に顔を出して、母たちにその話をしていた。そこに、目の下に、ものすごい熊を作った吉井さんがやってきて、村上さんにこう言った。あなた、生き霊に疲れているんでしょ？それね、あたしなのよ。ゾッとする笑みを浮かべて。その後も、吉井さんは会社に来ていたが、村上さんが来ることはなかったそうだ。それまであった、吉井さんの目の下のクマが消えた日。村上さんが、亡くなったという話を聞いた。お通夜に、吉井さんの姿を見たらしいが、終始、不気味な笑みを浮かべていたという。現在も吉井さんは、会社に来ているそうだけど、そのことを聞く人も、吉井さんに、近づく人すら、いなくなってしまったそうだ。不審な女性。10年ほど前のことです。姉がビデオを返してくると言って家を出て行ったのは夕方の6時半頃でした。季節は冬の始まりくらいで、もう外はだいぶ暗くなってきていました。それから10分ほど経ったでしょうか。いきなり玄関の方で、誰かが乱暴に扉を開けて入ってきました。入ってきた人は号泣しています。急いで玄関に行ってみると、姉が顔面血だらけになって泣いていました。とりあえず家にあげて血を拭いてやりました。医者である父が傷を見て、血は出ているが大した傷ではないというのを聞いて一安心し、ようやく落ち着いてきた姉に何があったのかと聞いてみました。姉が家を出てレンタルビデオ屋に行く。街灯もほとんどなく、人通りも少なく、舗装もされていない道をしばらく進んでいくと、道の真ん中に何かを見つけたそうです。よく見てみると、それはこちらに背を向けてうずくまっている人で、どうやら中年の女性だったそうです。あたりには誰もおらず、道の真ん中で、うずくまっているその人は、何か奇妙な感じがしたそうなんですけど、姉は一応自転車を降りてその人に、どうかしたんですか？と話しかけたそうです。すると、その女性はいきなり立ち上がると、こちらを振り返るや否や、ゲラゲラ笑いながら、石を投げてきたそうです。
そのうちの一つが、姉の顔に当たり、血が出てきたそうです。姉は驚愕しつつも、これは怖い、殺されてしまう、と思い、その場からダッシュで逃げたそうですが、その女性はしばらく、笑いながら追っかけてきていたそうです。僕はその後、自転車の回収も兼ねて、現場の偵察に行ったのですが、自転車が放置されていただけで、そのあたりにはもう誰もいませんでした。ですが道路には、はっきりと血の跡があったんです。白い日傘。今から3年くらい前の話になります。僕は内装工事関係の仕事をしているんですけど、その会社の社長と僕と同僚の計4人で、仕事が暇になるとよくスキーに行っていました。僕らの会社は名古屋の郊外にありまして、国道19号を北上すると、スキー場まですぐだったので、本当によく通っていました。いつも夜中の0時ぐらいに出発して、スキー場には3時か4時頃には到着し、一眠りしてから滑っていました。その日もいつもと同じように、0時頃会社に集合し、国道19号を北に向かって車を走らせていました。中津川、時を過ぎるあたりから道路も狭くなり、行き交う車もトラックや同じスキーヤーの車ばかりになっていきました。車は社長が運転していて、僕は助手席に座っていました。そして後部座席には同僚の K と Y が。車の中は和気あいあいと楽しい時間が過ぎていましたが、ある時ふと社長が、裏道でも探そうかと言い出しました。僕は結構そういうことは好きだったんで、大賛成しました。そして車は19号を一本奥に入った山道を進んでいきました。今考えたらなぜ社長は突然あんなことを言ったのかが不思議でなりません。いつも通りの道を進んでいればあんな目には合わなくて済んだのに。裏道に入ってしばらく進んでいると、もう一つ奥に入る道が出てきました。誰も文句なく、前回一致でその道に入ることに決まりました。それから5分ほど走ったと思いましたが、そこは何の変哲もない普通の田舎道でした。道路は舗装してありましたが、両脇はずっと田んぼだらけで、ポツンポツンと薄暗い街灯が立っているだけの普通の道でした。みんな、こんなもんだろという感じで、じゃあそろそろ戻ろうかと話をしていたその時です。街灯の下に白いワンピースを着て、日傘を差した女の人が立っていたんです。なんでこんな時間に？と思い、僕は思わず、車の時計に目をやりました。時計は、2時過ぎを表示していました。車はだいたい50キロくらいで走っていたと思います。
暗いところでしたし、夜中で少し眠たくなっていたんで、目の錯覚か何かだろうと思っていました。戻る道を探しつつ、5分ほど、そのまま走っていました。するとまた、街灯の下に、白いワンピースを着て、日傘を差した女の人が立っていたんです。その女性の髪は黒いショートボブで、青白い顔でこちらを向いていました。街灯の下だったせいか、暗闇に浮かぶように感じられました。恐ろしくなった僕は、運転している社長を見ました。社長も僕の方を見ていました。見たか？ええ。実はさ、さっきも見たんだけど。え？僕もです。やばいよな、これ。ええ。後ろを振り返ると、二人も顔をしかめていました。そこで僕たちは、来た道を引き返すかどうか迷いましたが、もう少しだけ走ってみようということになりました。車のスピードは自然と速くなっていきました。すると、一分も経たないうちに、またワンピースの女が街灯の下に立っていたんです。もう怖くて声も出ませんでした。社長はハンドルにしがみつくように運転を続けていました。今度は街灯と街灯の間に、そして次の街灯の下に、気がつくと同じワンピースの女が無数に道路脇に連なるように立っていたんです。そしてこちらを見ながら、にやっと笑いながら、もう恐ろしくなった僕は頭を抱えて助手席に深く沈み込もうとした時です。僕の足と足の間に黒髪の女の顔があったんです。女は僕を見てこうつぶやきました。見つけた。僕はあまりの恐怖で気持ちが悪くなってしまい、意識が遠のきかけたとき、ガシャンという音と同時に記憶を失いました。僕らの車は街灯にぶつかり、そのまま田んぼに落ちていました。幸い四駆だったんで、そこから出ることはできましたが、その日はスキーもやめて帰ってきました。会社に戻り、板やウェアを下ろしていると、Kが、うわっと悲鳴を上げました。そこには、荷物の上に、白い日傘が一本置いてあったんです。当然僕たちは、そんな日傘は持っていませんし、社長の持ち物でもありませんでした。改めて僕は、背筋に悪寒が走るのを感じました。その後その傘は社長が近くの寺に事情を説明し処分してもらったそうです。あのこと以来僕は霊の存在を信じることになりました。